この試合は当初8月に予定されてたと聞いてますか。あ、そうですね、あの8月の、新宿フェス大会で組まれてた試合なんですけども、ちょっとまあコロナの関係で、その時は行われず、ここに、スライドされたという形ですね、はい。まあ、そういう意味ではお互いさらに相手を研究する時間がね、はい、できたというところなんだと思いますけどね。雄星さんはこの試合どんなところを見どころを感じていらっしゃいますか。本当に実力者同士の試合なので、すごく楽しみっていうか、はい、そうですね、まあ、ケアももちろんなんですけど、はい、まあ、技術が本当に高い2人だと思うので、うん、はい、そこのムエタイテクニックというか、うんうん、そういうところを楽しみに見たいと思います、はい。こちら青コーナーの古村恭平です。6月に実はシュートボクシングで笠原博樹という選手と対戦しまして、これ判定で負けてるんですよね。そうですね、はい、ちょっとそこまであの連戦だったんですけども、はい、今回は、まあ、その8月が流れたので、ちょっと、あれですね、うん、試合が空いた形ですけども、はい、なんか実はあのオファーのレベルでは、うん、かなりなんか月1ぐらいに試合が決まりそうだったらしいんですよ。はは、はい、だからなんかずっと追い込みはしてたらしくって、はは、だから調子がいいとは言ってましたね。そうですか、はい、そうですか。ライト級レッドルール、肘打ちありのレッドルールです。身長は古村174センチ、パン・リュンソンは180センチ。昨日の計量の時にも思わずパン・リュンソンもかっこいいですねとね、古村選手言ってましたけどね、はい、そんなことは言ってられないこの戦いなんですが、古村選手から見たら、はい、あのパン選手は、はい、顔も良くて背も高くて、ええ、これで負けたら全部持っていかれるので勝ちたいっていう、はいはい、その古村、左が古村、右がパンです。あの2人とも今あのタイトルに対するモチベーションがすごい高いんですよね、はい、だからあの、今現王者の重森陽太選手に、勝って近づく、うん、まあ、すぐではないかもしれないけども、はい、勝って少しでも近づきたいという、そのために勝利を得たいという試合ですね、はい。第1ラウンドちょうど1分30秒が経過しました。ゆうささん、お互いにまだ様子見という感じなんでしょうか。そうですね、うん、まあ、バックボーンが2人ともムエタイなので、1ラウンドは様子を見ると思いますね、うん、まあ、でもちょっとパン選手の距離になりつつあるのかなとも思います。はい、はい、うん、残り1分を切りました。第1ラウンド、ここは前進する古村ですが、肘打ちありのレッドルール、この今あった首相撲の展開、はい、もう結構勝負の鍵を握るポイントだと思いますね、はい。今度はファンが空振りしたところに古村が行きました。ラスト30秒、ちょっと動きが激しくなってきたが、残り30秒を切りました。第1ラウンド、ここは肘も放ちましたが、この首相撲はブレイク。残り10秒、お、ここで第1ラウンド終了です。第3試合の肘打ちありのレッドルール、ライト級の3分3ラウンド、延長1ラウンド。こちら赤コーナーのクロスポイント吉祥寺、ファン・リュンソンです。まあ、あのその高崎さんおっしゃった重森選手には、あの、はい、まあ、2月のレベルザファイナルでね、これ延長にもつれ込む試合で敗れたんですよね。そうですね、ただ、まあ、あのパン選手自身の、はい、感想としては、はい、まあ、あの記録としては接戦になったんだけども、差を正直差を感じたと、あで、そういうあのゲームメイクというか、はい、あのジャッジに見せる部分でのうま、さだったりとか、うん、そういうところにもうだいぶ差を感じたので、あは、まあ、そういうところを伸ばしてきたとは言ってますね。そうですか、はい、こちらは古村恭平です。第1ラウンド、特に前半は様子見という展開でしたが、第2ラウンドどう変わってくるか、この試合です。
龍勢さんどう変わりますかねこの第2ラウンド、ね、ちょっと動くと思いますね、古村選手の、はい、こういう飛び込みというか、瞬発力を使った一瞬の攻撃はパン選手は怖いのかなと思うんですけど、あそうですか、まあ、でも全体的にやっぱりパン選手がちょっと上なのかなっていうのは印象は今見ててありますね。そうですか、はい、ああ怖い、ああいうの怖いですね、はいはい、は、はい、ここは首相撲、確かにパン選手が古村選手の勢いを殺したいって言ってて、ああ左のいいパンチ、ね、古村、はい、古村がタイミングのいいパンチを先ほどから時折見せています。だんだん1ラウンドの終盤から、ここで飛び込もうみたいなのがだんだん見えてきてるような感じがしますよね。あ、はい、ここでいけるみたいな、古村選手はまっすぐの攻撃は見えてないですね。なるほど、そうですか、ジャブ、ジャブ、ワン、ツー、はい、まっすぐが見えてないので、パン選手はそこをもっと出したいのと、あと古村選手、前トライハードの、はい、僕のジムの選手と試合してるんですけれども、で、まあ、その後の映像とか試合見てても、どうしてもボディが弱い印象があって、腹がすごい効いてるので、はい、パン選手は三日月とか打ちたい、はいはい、ボディ三日月、で下を効かしていきたいなっていうのはありますね、はい、かなり動きが激しくなってきたこの第2ラウンド、今度は古村のボディーブローから顔面へのパンチ、足を取りましたパンです。出るパン、この足をまた取ったパン、おっといきなり右を出しました。ああいうのいいですね、はい、古村のいきなり出す右のパンチがよく当たっています。ここはかわしましたパンです。残り40秒、おまた右、古村の右のパンチがよく当たっています。ラスト30秒、あっとこかしました、30秒を切っています。第2ラウンド、かなり激しい展開、今度は左のフック、古村、そして前蹴り、膝、パンの膝、第2ラウンド終了です。面白いですね、目が離せないですね、はい、龍勢さん、この第2ラウンドは総括するとどういう感じですか、はい、イメージとして、まあ、ちょっとだけ、古村選手かなと思ったんですけど、多分古村選手結構体力使いましたね。あー、はい、そうですか、首相撲もこかしたりしてたんですけど、こう投げるように結構力使ってたりとか、パンチも結構まんぶりで振ってるんで、あで、パン選手は逆に、冷静に、多分体力を消耗しないようにしっかり配分を使いながら戦ってるので、はいはい、3ラウンドちょっとパン選手有利なんじゃないのかなっていうところ、そういう見方ができるんですね、はい、確かに古村第2ラウンドも全力でパンチを出している、 おっしゃる通りですね、そういう映像を今振り返っても、見て撮ることができます。この古村まんぶりなんで、当たったらやばいですよ、ね、はいはい、当たらなかったらすぐガス欠になっちゃうんで、さてファイナルラウンド、パン選手来ますね、来ますね、はい、ここはまた首相撲、お互いに左、ブレイクです、ブレイクです、肘打ちありのレッドルール、パンが行く、パンが行く、冷静ですね、冷静ですね、はい、危ない、でも危ないな、相手とパン選手、パンチ打つときに顎が上がってるんで、あ怖いですね、この相打ちというか、はい、はい、はい、そこだけ、ローキックから前に出るパン、内脇いいですね、結構パン選手のパンチも大きくなってきますよね、あはー、
うん、また古村の右のパンチ、お飛び込んで右を出しました。肘出してきましたね。はい、おお、左カウンター強烈。はい、ちょっと気をつけ、あ、効いてるな。はい、見事なタイミングで左のカウンター、ドンピシャでしたね。はい、いやもったいないな、古村選手は。いきます、古村がどんどんいく、ますね、どんどんいく、肘を出している、効いてますね、はい、効いてますね。残り1分30秒、さらにパンチを放つ古村、前蹴り、ちょっと足がプラスいている、パン・リュンソン、しかしパンは行かなければいけません。疲れましたね、古村選手。はい、古村選手はもう打ち合わないと。はい、もうダウンを奪われています。パンは行くしかありません。もうガチャガチャに打ち合わないと。残り1本を切っている、このラウンドダウンを奪われているパン・リュンソン、うん、このパンチは空振りになった古村。残り45秒、行くしかないパン・リュンソン。ガチャガチャでもやるっていうのがパン選手にあるかですよね。はい、あー、ここは古村こかしました。古村選手はもう多分セコンドの指示も、はいはい、守りに入るというか、はい、うん、あーっと、あー、足に来ている、またたった、パンが足に来ている、パン・リュンソン。残り20秒、前蹴り、うん、古村、おー、ちょっとパン朦朧としているようにも見えます。なんとかパンチを放とうというパン・リュンソンですが、試合終了。第3ラウンドの鮮やかなカウンター一発、あのダウンはちょっとこの試合決定的でしょう、流星さん。そうですね、まあパン選手からしたらもうもったいないの一言ですね、はい、古村選手はでもこうよくものにしたというか、おお、見事な左のカウンター、うん、フックくぐってなんで見えない、はい、見えないですね、これ、はいはい、すごいカウンター、鮮やかなカウンター一発。ジャッジ賞30対28青古村、ジャッジ秋谷29対27青古村、ジャッジ千茶29対28青古村、以上判定3対0の判定、文句なし、古村恭平、パン・リュンソンを下しました。いや、勝ってもう二度とやりたくないと言っていた古村、高崎さん、はい、古村にとっては、はい、ね、自分の希望通りの展開、そうですね、はい、いや本当に流星さん、第2ラウンドマンブリしすぎたという話をしてましたが、はい、第3ラウンドもそのスタミナありましたね。そうですね、まあ、あとダウンを取ったことで、あーはーはー、メンタル的な余裕が出たと思うんで、あー、そうですね、それは大きいと思います、はいはい、まあ、パン選手もとにかく第2ラウンドまではね、確かに冷静に見てた部分あると思うんですが、それを上回るものが出たというような見方でいいんでしょうか、流星さん。そうですね、うん、やっぱり、はい、瞬発力がすごい上がったのかなという印象はあります。はい、はい、22歳古村恭平、ここからさらに高みに上がっていくことができるのかというような見事な勝利だった今日の第3試合、レッドルールライト級のパン・リュンソンとの3分3ラウンド判定で勝利を収めています。